こんにちは、スイカです。まあ、今回はですね、このポケモンカードのパックってポケモン入ってるじゃないですか。で、こっから2パック開けて、そっから適当に選んださ、6匹でパーティー組んで、マスターボール級に潜っていったろうかなと思います。で、やっぱポケモンカードって、ポケモン以外のカード、サポートカードとか、グッズとかが出てくるじゃないですか。それが出てきた場合は、また引き直して、1枚ドローして、パーティーを付け足していくような感じで、やっていこうと思います。まあ、ダブった時も同様にやっていきます。まあ、今作で、なんか、ザマゼンタと、ザジなんだっけ？なんかその辺がね、買取価格高かったんで、多分その辺のカードが今作結構強いんでしょうね。さあ、では早速、ソードのポケモンをオープンしていきましょう。まず1匹目、こいつ。ロゼリアまあ、これでなんか特殊系の枠が獲得できましたし、奇跡を持たせなくても、特攻が高いので、そこそこの活躍は見込めるかもしれん。バチーにはわからん。こいつはわからんな。まあ、なんか生拳枠っぽい感じだから、まあ、受けには結構困らないかもしれないね。はい、チラチーノと。いや、普通に強いぞ、今のところ。全然悪くないんやけど、鋼がちょっとしんどいかなって感じ。うわー、お前か。進化系が出てきてしまった。ちょっとこれはしんどいかもしれん。はい、次これ。あ、こういうのが出てきたら、またこっちで、残りの4枚から足していくような感じで、いきます。じゃあ次これ。ウソッキーまた鋼めっちゃしんどいねんけど。じゃあこいついきましょう。アホカラス残ったカード見ていきましょうか。残ったカードはですね、こんな、うわ、ゲンガーみたいな、ちょっとこれは。ナットレイがやばい。マエスティさん、対戦よろしくお願いします。久々にさ、マスターボール級に潜ったら、このネストボール級とさ、このパーティーの力、パーティー力の差に圧倒されてしまうね。まあ、とりあえず、こういったね、なんかコンセプトパーティー組むときは基本的には、マスターボール級で潜っていこうかなと考えています。ちょっと一番来て欲しくないの来ちゃったけど、まあ、いいかな。ここ多分やってくるとしたら突っ込んでくるかさ、まあ、トンボ帰りで、末期とかでごまかしてくる可能性が僕の中ではあると思うんですよね。で、それと、トンボ帰り呼んで交代しようにも、多分、ヒヒダルマの攻撃受け切ることできないんで、ここ末期でも来る交換入りで、炎のパンチがいいかもしれませんね。まあ、岩石封じもいいんですけど、末期に交代されたら、元も子もないんで。うん。いや、頭おかしいやろ、お前も。お前、トンボ帰りの力じゃないんだよな。なんか、久々にヒヒダルマとか相手にされると、強さに圧倒されますね。なんか自分が使うさ、このマッキじゃない、ヒヒダルマって弱く感じるけど、相手が使うヒヒダルマは、ものすんごく強く感じるよね。ああ、じゃあこうじゃなくてよかった。多分ここステレスロックでバラまかいってくると思うんで、一応、ヒヒダルマキアでステロばらまいていきましょうか。うい。さあ。多分、ここ相手ステロかな？トラバサミまた意外な技が飛んできましたね。ということは、食べ残し持ってて、トラバサミで拘束してくるってことは、僕の予想なんですけど、多分、守るもあってもおかしくないよな。まあ一応ここでチーラの実で攻撃は上がるんですが、可能性としては全然あり得るんで、ここ一回炎のパンチでいきましょうか。まあ、それで、相手が守るしてきたら、まあ、シャンデレがもし出てきたら、自信が突き刺さるんで、そこで自信をぶっ放していくような感じで、いけたらいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これがどう響くかですね。うい。ウソッキーもね、この頑丈を生かして、行動保障が1回はあるから、そこがね、強いし、あと弱点をね、つける、まあ、3色パンチを覚えるんで、それでね、この器用に弱点をついたりすることができるんで、そこが優秀ですね。ただ、ちょっとね、残念なポイントとしては、今作、まだイバンの実っていう木の実が解禁されてないんで、イバンの実だったらね、頑丈と組み合わせてめちゃくちゃ強いんですけど、それでね、素早さ関係なく2回行動保障があるから、そこがとても強かったんですけど、まあ、ウソッキーもこの現状でさえも、ステレショックばらまいたり、あと冬打ちも覚えたりするんで、まあ、今回は見送ってますけど、あるので、まあ、現状でもそれなりに強い性能はあると思いますね。さあ、多分後ろシャンデラとかじゃないかなと思ってんねんけど、でも交代してこなかったんで、なるほど。これはなんか、一応、嘘聞いて風打ちで有名ですから、さすがに風打ちで切ってくるのかな。もうこいつ残しても正直仕方がないんで、ガンプで切りましょうか、もう。なんかこういう時風打ち欲しくなるな。あ、これはもう正直、仕方がない。いきます。そう、今作の、てかこのパーティーのうちのエースは、このロズレイドっていうことを、ちょっと見せてやりたいんで、バチールにはね、ちょっとダイマックス相手された時が、結構デメリットが強いんで、こっからいきます。まあ、多分この感じの相手のドラップアウトだったら、多分気合のタスキかな。結構その辺が、あとタスキ持ちそうなポケモン、シャンデラとかしかいなさそうだけど、シャンデラだったら、この相手の面積に風船とか持っててもおかしくないんで、まあ、それ考えたら、まあ、ドラパがタスキなんかな。まあ、弾でもなかったしね。さあ、してきましたね。で、ここはマジカルシャイン打つの理由としては、リストビールと展開できるんで、相手がこれでドラバーンだっけドラゴンタイプのダイマックス技。あれが使えなくなるんで、使えなくなるっていうか、威力が半減するんで、まあ、それのケアっていう感じですね。さあ、果たして、まあ、タスキはもう潰れてるから別に、何度タスキケアしたんやろ。よくわからんな。もう僕もね、今のところもう思考回路がね、頭むちゃくちゃなんですよ。本当に、ポケモンとかゲーム実況者の人ってね、ガチ対戦とかをしゃべりながらね、このコマンドを押せるっていうところ本当にすごいと思うわ。さあ、問題は、まあ攻撃が一発耐えるにしても、どれぐらい食らうかですよね。お前大フォロー強いわ。誰やねんこいつに、防御力、下げる仕様にしたやつ。まあ特防を下げる仕様にしても、それはそれでまたね、苦情必至な感じはありますけど、普通に強えんだよな。あーやべ。ちょっとこれやられちゃいましたね。でね、今回うちのロズレイド、純速でやってるんで、ヒヒダルマがね、こだわりスカーフ持ってても、純速相手が純速だろうが最速だろうが抜かされちゃうんで、ロズレイドね、正直残す価値があるのかっていうと、割と微妙なんですよね。で、バチウニに交代しちゃったら、これ次大フォロー、耐えると思うんですけど、その後のつなぎが結構厳しいと思うんで、ここはもう切っていいんじゃないかな。なので、まあ、ここはもう何でもいいな。まあ、大草原でも何でもいいわ。もうこれで切ります。で、ヒヒダルマの、つらら落とし。これをバチウニが、ちゃんと耐えることはできて、ステルスロックのダメージ込みの、冬打ち2回当てることができたら、多分勝てるんじゃないかなと思うよね。いや、正直ね、ヒヒダルマって、いや、強いですよ。いや、強いんですけど、思ったほど火力が出ないんで、思ったほどね。だから、バチウニってそこそこ結構ね、硬いポケモンですから、ちょっとこれ頑張ってほしいよな。で、ダイマックス中に、バチウニ出したかった理由としては、ドラパって風打ちを覚えるんですけど、ダイマックス中だったら、先制技使えないんで、このような感じで、安定で処理できるっていう感じです。で、鉢巻き持ってるんで、この、ヒヒダルマってあんま物理耐久ないから、多分ステロ込みでツーパンできるはずなんですよ。だからそれにかけていきましょう。すべてはそこにかかってる。まあ、なんなら、つらら落としを外してくれてもいい。さあ、お祈りゲーが始まりましたね。頼むぞ。結構、こだれ鉢巻きバチウニは俺強化してるから。いや、いいダメージやね。頼むぞ、ここ。耐えろよ。いや、お前なら絶対、できる。お前ならできる。だから、気合で耐えてくれー。軽く頭おかしない？鉢巻きじゃないでしょ？謎の中国人の方、対戦よろしくお願いします。やばいな、中国語もさ、これ日本で使われてる常用漢字みたいな、一切出てこない。わからんやん、これも。地味猛量みたいな。なんか似たような漢字が並んでいますね。果たして何て読むんでしょうか。もうハングーと続いて、お隣の国の言葉が全くもってわからないって本当に不思議ですよね。さあ、ここは、そうね、ちょっと頑丈残しときたい気持ちが強いので、ナットレーはね、ちょっとこの方向温存しとかないと、これ積んじゃうんで、ここはね、もうおとなしくバチウニに交代しましょうか。まあ、エアスラも半減ですし、あと、何だっけ、まあなんか、ようわからん技とかも、マジカルシャイン以外なら大丈夫。行きましょう。さあ、このエレキベイカーからのこだわり鉢巻きを出せることによって、バカみたいな火力をこれで出すことができます。さあ、デンジハウスかす玉めちゃくちゃでかい。さあ、このビリビリチクチクと。もうこれはね、耐えれるやつはトイキースの中では絶対いませんよ。なんかダイマックス多いよね、ほんとトゲキッスが。大体なんかダイジェット使えるポケモンは、ダイマックスしとけばいい風潮が個人的には出てきている気がする。で、トゲキッスがなんかダイマックスされるとさ、めちゃくちゃさ、露骨に見下されてる感があって嫌い。ほら、この見下されてる感よ。こいつほんま腹立つな。あ、それはいいでしょ。これはまあまあまあ、高橋言ってダメージだからさ。初容赦でえ、そんな食らうのお前、ちょっとそれわかんない。あかんって、それほんまに。ちょ、その急所結構響くんじゃないの大変のけ、しかも。え、じゃあこう持ってんのお前。やべえ、マスターボール級の環境が、わからなすぎて、マジでわからん。待って、これ。これ止まらんねんけど。ウソッキーで、これ頑丈あるから、それでごまかしていくしかマジ勝ち筋ないやん、これもう。これもう切りましょうかね、もう。切ります、もう、バチウニ。てかさ、これダイマックスってさ、雑に HP 増えるから、これ普通にさ、弱点の技とかを、エレキゲードとさ、鉢巻き込みの、しかも効果抜群のさ、ベビーチクチク耐えるの、頭おかしいでしょ、これ。そこまで耐えるんだったら、弱点保険ない人はいいですよね。じゃあ何トゲキッスって、今の時代ってもしかしてこだわりスカーフじゃなくて、弱点保険がテンプレ化してるもしかして。だって、これ普通に強いもんな。こいつはもう、なんか犯罪者から急に陽キャになりだしたな。陽キャも犯罪者もなんか、どっちにも属するような気はしなくもないが。いや、偏見ですね。ごめんなさい。まあ、とりあえず、なんとか倒すことはできましたが、相手のポケモン、いかんせん速いポケモンしかいないんで、ちょっとウソッキー今回スライスで振っているものの、抜かせる見込みがあるのが、素早さに振っていない怪力ぐらいしかいないんだよな。バンギラスもしんどい。アンコロアンコロなんて出てきたね。ミノカノスっていうのこれで。俺知らん感じ。わからん。ワンチャン抜かしないか、ここ。あ、そんなことはなかった。っていうことは、ワンチャン素早さに振っているミノカノスの可能性があるんだったら、これをやるしかないよな。いや、正直僕の予想ですよ。多分、ロズレイドの、リフストーンこいつ耐えそうな気がするんですよ。特防高いから。ちょっと大草原で、ごまかしていきますけど、これも耐えないことを見込むしかない。相手がね、ミラーコートがね、ないことを見込んで、もう突っ込んでいくしか僕はもう勝ち筋じゃないんですよ。で、マスターボール級にある程度潜ってて気づいたこといいですか？この環境めちゃくちゃ進化前のポケモン活躍させへんやんけ。活躍させることが難しすぎる。ある程度さ、作戦を練って、パーティーを組んだ結果の生出しもさ、気まぐれでさ、この300円でカッパ買ってきたらさ、この、ポケモンカードのパックに合ってたポケモンたちですよ。これはさすがにしんどい。しんどいけど、だって、普通に倒せるんや。やりますね。だから、臆病のロズレイだったら、ミノカロスの耐久では落とすことできなかったでしょうね。さあ、最後は果たして、誰が来るんでしょうか。ちょっとナットレイだけはやめてほしいかな。他なら別に、大体のポケモンバッチ濃いですけど。アンコロバッパーパーこれは勝ったかな。助け持ってるのはちょっと嫌ですけど、ここはもう大フェアリーでいいかな。一応それでミストフィールドに書き換えて、ドラゴンタイプの技力を消すこともできますからね。で、ね、なんかシャドウダイブとかも、一回ターンを貯めないと攻撃することできませんから、そう思ったら特殊型でしたね。こいつらちょっとピンキリだからマジでわからんわ。これは勝ったんじゃないか？これでとりあえず流星群、何これ耐えた相手。あ、まあまあ、助け前提で動いてるからまあいいねんけど。まあこれで一応流星群の威力も半減させることができたんで、まあ火炎放射もこの程度だったら、まあ急所当たっても、まあ大文字の急所が飛んでこない限りは、まあ、おそらく勝てたんじゃないですかね。まあ大フィアリーは確かからし割り封じなかったらできなかった気がするんで、これでいいでしょう。OK! 対戦ありがとうございました。やっと勝てたわ、もうお前、これだけで、お前、マスターボール級1万以下から、なんか3万7000円くらいまで下がったからな。お前、いい加減しろよ、マジで。次、シールドのバック回復馬待ってんねんけど。ちょっと、この先が不安で仕方がないな。